也くん。いらっしゃいませ。またどうぞ。もしもし、行くよ。
い待て、おい待て、くそ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい。いい気になってんじゃねえぞ。もしもし。
おい待て。くそ。達也、見せてみろ。気になってんじゃねえぞ。
受けよう。資金状について聞きてんだ。ああ、金光さんの店ね。金光さんは仲のいい夫婦でね、一人娘と親子三人ともそりゃあ仲良かったわ。娘がいたのか。あと従業員の調理場さんとウェイトレスのパートさんがいたわ。二人ともよく働く人たちでね、残念だったよな。調理場、ママだ。そう、調理場さんは中国人の方だった。父親はいなかったけど子供さんもいたな。大事にされてたね。私だ。もう一人のウェイトレスのパートは日本人で、旦那と生まれたばかりの赤ん坊がいたよな。その事件で親を亡くした子供たちは？みんな引き取られたって聞いたわ。なんせ小さかったもの。何が引き取られただ。そこからは地獄だった。そのパートの旦那は今どこで何やってんだ？さあね。あ、そうそう、パートの旦那で思い出した。事件の後、そういえば変な噂が立ってね。なんだその噂って。いいえね、何でも火事で奥さんを亡くした後、その旦那さんがヤクザになったっていうのよ。ヤクザに？おい、くだらねえことを言うんじゃないよ。だってしばらく見ないと思ったら、旦那さんヤクザ者と一緒に神室町を歩いてる姿を見たって人もいたわよ。それは東上会の人間か？なんせ15年も前のことだからね、確かなことは覚えてないけど、この界隈だとそういうことだよね、きっと。おい、もういいだろう。すまねえな、あんな事件があると妙な噂話ばっかりが広まっちまう。思い出せんのはこんなところだ。これ以上粘っても何も出てこねえな。つまり資金帳にいた金光夫婦、調理場のお前のマーマ、パートのウェイトレスは全員死亡。でも一番気になるのはヤクザになったっていうパートの旦那だ。記憶にあるか？会ったことはない。妙だな、なんで被害者がその事件を仕組んだと思われる東上会系に入る。そんなことありえるのか？俺ならそうする。なぜ？犯人を探すためさ。家族を殺された者の恨みは強い、暴力団にだって入る。そして犯人を見つけたら殺してやるさ。ついでに組織も内部からガタガタにしてやる。ガタガタって、確かに相当な恨みはあっただろうけどな、中に入ってまで探すか？家族を殺され東上会に入った男か。じゃあそいつが戸田殺しの犯人なのか。もしもし。俺だ、久喜だ。どうした？長楽にいる。今から来れるか？長楽ってあんた、体は大丈夫なのか？うう、大丈夫と言いたいところだが、あいにくな。とにかくお前に伝えたいことがある。長楽に来い。分かった。店の裏に龍が描かれた壁がある。そこに着いたら電話してくれ。いいか、一人で来いよ。ああ、分かった。長、すまん、ちょっと呼び出しが入った。また何か分かったら連絡取り合おう。分かった、俺も連絡する。じゃあな。
い待て。着いたぞ。竜の目玉のところに手を当てろ。病院から出てきて大丈夫なのか。まあ今は病院も危なくて仕方ねえからな。でも死ぬ前に一つだけお前に直接伝えたくてな。縁起でもねえこと言うなって誰にやられた。わからん。俺はそこら中で恨まれてるだろうよ。他の組からの妬みも数えきれねえからな。あんたに一つ聞きてえことがある。待て、その前に俺の話を聞いてくれ。お前が知りたがっていた戸田の件だが、俺はお前をはめていたんだ。やっぱりそうか。どういうことだ。戸田がお前に倒された時、最初は俺ももう死んでいるのかと思った。だが近づいて意識と息はなかったが脈はあった。生きていたんだ。じゃあ俺が見た戸田は幻じゃなかったのか。やっぱりあの時死んでなかったのか。ああそうだ。そこで俺は仮死状態に陥っていた戸田を見て思いついたんだ。お前をドラゴンヒートに参加させる計画を。とっさの思いつきだったがな。なんだと。実は隠れて戸田とお前の戦いぶりを見ていた時、正直衝撃が走ったんだよ。多分ボクシングのトレーナーが世界チャンピオンの素質を持った金の卵に出会った時とはこういうことを言うんだとさえ思った。だったら世界チャンピオンにしてくれってんだ。でもなんでドラゴンヒートに。実はあの頃うちの組はとんでもない状況に陥っていたんだ。あれは数年前からのことだった。東上会の裏カジノ、風俗、違法店舗が警察にガサ入れされる事態が頻発した。その様子を見た東上会本部は直系組内に内通者の存在を疑った。だが当時そんな状況とは裏腹にうちの組はドラゴンヒートのしのぎで急成長をしていた。そしてうち以外の組の連中はこんな噂をし始めた。俺がその勢いのまま東上会ごとを掌握するために他の組を売っているんじゃないかと。武器、あれ、うちの組のカジノを売って札の点数稼ぎとはやってくれるの。お前んところの犬、はよ出せ。本部からも他の組からの疑いを晴らしたければ内通者を自ら探し出せと強い指示を俺は受けた。俺は焦った。だが実は俺にはあるコネがあった。ここか。そのコネというのが鷲尾という男だ。ヤツと俺は神室小学校からの幼馴染だった。だが俺は国道、やつは警察という正反対の道に進んでいた。何？警察の人間に知り合いが。じゃあその鷲尾に内通者を聞けばいいだろうが。もちろんそうしたさ。だがやつは変わっていてな。捜査一課を束ねるエリートのくせに女好きでギャンブル狂いの格闘技好き。ドラゴンヒートにもちょくちょく顔を出してはかけたりするのも好きなやつだった。
俺が言うのもなんだが、あいつこそヤクザも警察も超えたとんでもねえ器の持ち主だよ。そして俺は内通者を教えてくれるよう頼んだんだ。東城会に警察の内通者がいるらしい。誰か知ってるなら。何の話だ。頼む、教えてくれ。いいだろう。ただし条件がある。なんだ。ドラゴンヒートはお前のしのぎだったよな。それがどうした。そのドラゴンヒートの伝説のファイターを超えるやつを見たい。ん、まさか。そう、つまり10連勝するファイターだ。嫌味のやつだな。一昔前ならいざ知らず、今の体制でそんなヒーローが生まれないことぐらい知ってるだろう。ドラゴンヒートは各組が持ち回りでファイターを送り込んで勝負させるシステムだ。一人が何連勝かすれば、次からそれぞれの組がとてつもないやつを送り込んでくる。10連勝なんて無理に決まってるだろう。つまらん時代になったな。まあ私がお前の立場でも諦めるかもな。体制には逆らえない。体制にはね。悲しいかな。どこの世界も一緒ってことか。でもそれができないとなると犬探しは諦めてもらいたいね。な、クキ、あそこは本来みんなが夢を見るところじゃなかったのか。お前は自分の組のしのぎ以上に夢を見させる場所を仕切っている喜びを感じていたんじゃないのか。俺はそう思っていたんだがな。お前が俺に夢を見るのを諦めろと言うなら、お前も自分の要求を諦めろ。それで俺を利用して10連勝を試みようと。そういうことだ。内通者を炙り出さないとうちの組がヤバいってのもあった。だがな、わしおに言われた何気ない一言で俺も自分の気持ちに気がついた。確かに俺もドラゴンヒートを昔のように、いや、あそこが生まれた原点に帰って、純粋に男たちが己の力と胆力を磨く場所に戻したかった。そんな時お前に出会った。お前のギラギラした目を見て、もしかしたらお前ならこのシステムを破壊してくれるかもしれねえって思ったんだよ。おい、おい、クキ。俺が死ねばお前は自由の身だ。お前が戸田の事務所を襲ったビデオはすでに処分してある。え？だが最後に俺の頼みを聞いてくれないか。なんで？達也、10連勝しろ。いや、頼む、してくれ。頼む。分かった。本当か。俺もドラゴンヒートというとんでもねえとこに来てからは毎日死ぬ思いだった。でもあそこに来れたことに感謝してるとこもあんだ。わしおとの密約は俺以外誰も知らない。そして密約の中身はお前が引き継ぐようにわしおには言っておいた。つまり内通者が誰かということを俺にか。ああ、そうだ。結局内通者が戸田を殺してあんたもやったのか。俺の場合はそうかもしれん。俺が警察の幹部とつながっているのを知って俺の存在が邪魔になったのかも。しかし戸田の場合は襲う理由がない。じゃあ秩父山中に埋めたのは。分からん。あの時はとぼけていたが、誰が殺し誰が埋めたのか俺も気になって焦っていた。だがあれはプロの手口じゃない。
我々ならあんなに簡単に見つかるところに埋めやしねえよ。どうした。そうだ、手がかりがあるかもしれん。なんだ、なんだ手がかりって。トドが大事にしていたマイクロカード手に入れろ。マイクロカード。あいつ人の会話を録音する癖がある。人の弱みを握るとき、大事な取引のとき、いろんな人間との会話を録音し、そして必ずマイクロカードにデータを収めるはずだ。そこにきっと。それには何が入ってんだ。それはどこだ、どこにある。カモノの空気、どこだ、マイクロカードはどこにあるんだよ。くそ。結局空気を襲ったのは誰だったのか。内通者か。そして内通者は戸田殺しにも何らかの関わりがあるのか。俺のブレスレットを盗んで現場に置いてったってのもそいつの仕業か。わからないまま戸田も久喜も死んだ。だが内通者が俺と死んだ彼らの関係をどこまで知っているのかもわからない。いずれにせよ戸田殺しの犯人を見つけない限り濡れ衣は晴れない。内通者が鍵を握っている。だが内通者を知るには今は10連勝するしかないんだ。和尚に言われた何気ない一言で俺も自分の気持ちに気がついた。確かに俺もドラゴンヒートを昔のように、いや、あそこが生まれた原点に帰って、純粋に男たちが己の力と胆力を磨く場所に戻したかった。ついでにその気持ちも覚えとくぜ。目が覚めたかね、右京君。誰だってね。質問するのは私だ。お前に答えることなんかねえよ。おやおや、ずいぶん冷たいね。それじゃあわざわざ君を連れてきてくれたお友達に申し訳ないと思わないかい。ねえ榊天馬君。天馬。達也、すまん。どういうことだよ。君はね、売られたんだよ。さあ、クキから聞いたんだろう。データのありかを教えてもらおうか。なんだそれ、知らねえな。そういうつまらない嘘は聞きたくないね。さっさと答えないと君もお友達もとても不幸な目に遭うことになるよ。知らねえもんも知らねえ。クキは何も言う前に死んじまったよ。さあ、いつまでその威勢が続くかな。なんだ、達也。待てこら。お前ら、あのバイクを追え。ふん。もう大丈夫だ。あいつら何なんだ。わからねえ。でもいよいよ内通者が俺に対しても手を打ち始めたか。内通者。ああ、搭乗会内部に警察に情報を売ってるやつがいるらしいんだ。裏切り者か。そうだ、久喜も戸田も俺もそいつが襲ったのかも。ただの裏切り者じゃないな。なぜだ。我々にも裏切り者はいる。裏切る理由もいろいろある。情報を売って金にするくらいなら確かに裏切りだ。だが内部の人間に手をかけるようなのは裏切りじゃない、恨みだ。内部からガタガタにしようとするのは。ガタガタ。それ前にも言ってたよな。え、ああ、
放火事件の後に登場会に入ったかもしれないというパートの旦那の話の時。そいつがやはり内通者なのか。数字は通ってるな。みてえだな。すまん、ちょっと急がなきゃならねえんだ。また連絡する。あ、なんかしてやれることはあるか。その旦那の名前が知りて。でも難しいか。お、達也。達也、すまん。気になってんじゃねえぞ。いらっしゃいませ。またどうぞ。いらっしゃいませ。またどうぞ。おい、気になってんじゃねえぞ。
也。見せてみろ。一体どうなってんだ。鴨殿、マイクロカード、カムロ町の案。くそ、一体どこにあんだ。竹中のおっさんに頼んでみるか。もしもし、うん、俺だ。達也か、どうした。カムロ町のアンって場所に心当たりはあるか。いきなりなんだ。いや、どういう意味だ。クキが死んだ。何？襲われたのか。いや、俺を呼び出してメッセージを残して死んだ。そのメッセージがさっきの。ああ、戸田はマイクロカードにいろんな人間とのやり取りを録音していて、そのデータをアンって場所に隠したらしい。おっさん、ちょっと調べてみてくれねえかな。わかった。何か分かったら連絡する。よろしく。アンってなんだ。人名か地名か。くそ、体中が痛えぜ。明日もシャエだっていうのによ。ビビってんのか？Yeah!
叩き潰したる。ビビってんのか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。達也。うん。見せてみろ。達也くん。で。これはひどい。どこで何をやってたんだ。肋骨2本に肉離れ。今までで最悪のコンディションだな。どうするのよ、そんなコンディションで。師匠、相手は荒牧。二岡組が連れてきたフランス外人部隊崩れの傭兵よ。今までで最強の敵と言ってもいいかもしれん。何言ってんだよ、俺は今7連勝中だぞ。今日も軽くひねってやんよ。今日だけはその姿勢は改めた方がいいわよ。戦場で命を懸けて修羅場をくぐり抜けてきた傭兵よ。しかも現役。格闘家とは人間の種類が違うわ。傭兵？傭兵ってなんだ？あらら、そこから説明か。つまり彼らはお金で雇われた兵隊。それが？ああ、もう、つまり非合法な戦争商売よ。傭兵ってのは何人も人を殺した経験がある連中ってこと。そうだ、やるかやられるかの場面にずっとさらされていた連中だ。それも自ら進んで。奴らの恐ろしいところは攻撃に迷いがない。やられる前にやる、それだけだ。でもそんな化け物どうやって呼び寄せたんだろう。荒牧、調子はどうだ。まあいつも通りです。相変わらず素敵な女性を連れてますね。紹介するよ、ユリカだ。はじめまして。和尚さんのお知り合いなの？ああ、こっそりこの日のために呼んだんだ。俺の愛弟子であり元警察官で公安の後輩だ。達也君は気の毒にな。頑張ってくださいね。あなたのような美女から声援を受けて負けるわけにはいきませんね。ユリカ、ちょっと席を外してくれ。うん、じゃあ先に席に行ってるわね。少しまずいことになってる。あいつに10連勝されると搭乗階に潜っている内通者を教えなければならないんだ。わしおさん、まだそんなブラックなことやっているんですか。相変わらずスレスレですね。でもそんな約束守ることないじゃないですか。そうしたいところだが、その約束に絡んだ登場会のいろんな人間が死んでる。約束を破り、そのことがもしバレれば連中もなりふり構わず本気を出す。俺もただでは済まない。なるほど。
しかも内通者の名前を伝える相手は今日の対戦相手なんだ。そのためにも必ず倒せと。そうだ。ま、簡単に終わらせます。おい、絶対に気を抜くな。本来ならお前は傭兵以外の別の罪で死刑囚の立場だったんだぞ。忘れたのか。いいえ。それを救ってやって、こうやって使ってやってるのは誰だ。お前のボスは俺だ。分かってるのか。右京達也、クキとの約束とともにお前にはここで眠ってもらう。10連勝という夢を果たせずにな。クキ、やはり夢は夢のままがいいのかもな。ヘイヘイヘイ、盛り上がってるか。今夜の試合に立ち会えた会場のみんなは超ラッキー。なんせ最高最強のアルティメットバウトをお届けするぜ。まずはチャレンジャーからだ。フランス外人部隊でワールドワイドに活躍し、24の勲章を引っ提げた超ワイルドな男の登場だ。オン・ザ・テイ・ザ・アルティメット・ソルジャー、アラマキ・ツヨシ。相当ボロボロだ。持って3分、飛ばさないとヤバいぞ。ああ。対するはドラゴンヒートに豪快な炎を吹き焦がし、対戦相手をなぎ倒し続けるこの男。積んだ屍の数は1 2 3 4 5 6 7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 
on the head! The Mad Dragon! Ukyo! Tatsuya! Kuki と約束した時とは状況が大きく変わってしまった。警察の犬が搭乗階内にいると知れれば、俺の立場がヤバいだけではない。騒動が起きたついでに放火の真犯人が逃げてしまいかね。それだけは避けたい。今お前に10連勝されるといろんな意味で困るんだよ。右京、悪いがお前には負けてもらうよ。達也、頑張ってくれ。荒巻は軍隊式格闘技コマンドサンボの使い手よ。組まれたら危険、遠距離で相手を牽制して。
げは殺人級よ。さすがに今日はしんどかったぜ、はあ、当たり前よ。肋骨合計4本、鎖骨にひびが入って肉離れは8箇所。
ほんと、生きてるのが不思議なくらい。お前をそこまで動かすエネルギーには驚くな。ただ強くなってきただけじゃない。最強を求める以外に何か理由が他にもあるのか。何もねえよ達也。天魔おっさん、サキ、悪い、ちょっと天魔と二人にしてくれるか。うん。達也、俺、お前を、お前を裏切っちまった。何があった？ぶっ飛ばさねえのか？事情があんだろ。そんなこと関係ねえ。俺がお前を撃ったことに変わりねえんだ。気の済むようにしてくれ。いいから話せ。半年ほど前からだ。実家の料理屋の客の入りがだいぶ減ってきていたんだ。親父は店を維持するために店を抵当に入れ、銀行から金を借りてた。でもそれでも店はうまくいかず、もう貸してくれるところもなくて。でもある日、貸してくれるという金融屋が店に来たんだ。だがこの間、その金融屋のやつらは期限前に全額金を返せと言ってきやがった。返せなければ店を売り払うか、親父を殺すと。そしてその後、黒ずくめの男が俺に声をかけてきた。達也の情報を渡せば金の支払いは待ってやると。お前に GPS がついた携帯を渡し、居場所を教えるように言ってきた。そうか、 GPS がついてたから俺が久喜のいる長楽へ行ったことが分かったのか。で、久喜が俺に何か言い残したと思って俺を拉致ったってわけか。そいつら何者だ？わかんねえ。せっかく信用してくれたお前を俺は。で、殺す。好きにしてくれ。覚悟はできてる。ああ、絶対にぶっ殺してやるよ。俺の仲間を利用した汚ねえ連中をな。天魔、お前に辛い思いをさせちまったのは俺のせいだ。達也、俺はお前が裏切ったなんて思っちゃいねえよ。荒れてた俺をずっと信じてくれたのはお前だけだ。だから俺はここまでやってこれた。それにお前が言ったんだろ、俺たちはダチだ。大丈夫か？大丈夫じゃないわよ。ほらほら、横になって。天魔くん、シップ取って。はい。荒牧、いや、やつの怪我も気になって見てきたんだが、いないんだ。やつが戦っている戦場とはどんなところか想像がつくか。さあな、戦争だろ。周りが敵だらけってことか。そうだ。だが戦争にもいろいろ種類がある。種類？そうだ。お前、あの天魔とかいう友達と殺し合えるか？そんなことできねえよ。だが例えば内戦は同じ国民同士が戦う。今日まで酒場で一緒に飲んでいた友と次の日に殺し合うこともある。そういう戦場もある。だが友達だと思ってひるんでいたら自分が殺される。だから戦場の戦士は自分に向かってくる者は全て打ち倒すのみ。迷ったらあの勇気だ。そしてそういう場が感情を抜いた機械のような無比の強さを生む。でもそれじゃロボットと同じじゃねえか。そうだな、差し詰め殺人ロボットだ。だがそれもまた強さの一つ。そして戦場ではその強さが求められる。お前は人を大切にする強さを手に入れた。
それは素晴らしいことだ。だがいざという時に感情に左右されず迷わないことも大事だ。じゃあどっちが強いんだよ。どっちが本物の強さなんだよ。難しいな。何？お前はロボットになれるか、なりたいか。無理だね。それがお前の答えであり哲学だ。自分らしく戦う、それが最も己の強さを引き出す。覚えとくよ。で、あんたはどっちだと思う？俺自身か。もう忘れたな。なんだよ。さあ引き上げるぞ。どうした？内通者かもしれない奴の名前分かったぜ。マジか、誰だ？図書館で新聞の縮刷版を調べたんだが、15年前の事件の扱いはなぜかかなり小さくてな。金光夫妻と他従業員2人が死亡としか書いてなくて参ったかな。じゃあどうして分かったんだ？俺ら古老会のことを取材していた新聞記者に聞いてみたら、その記者の元部下があの事件の担当だったんだ。そいつに会えたんだよ。なんだと？そしたら覚えてたんだ、遺族を取材した時のことを。まあまあ失って泣いてた10歳だった俺と、それから最愛の妻を亡くし拳を震わせていた男のことを。誰なんだそいつは？男の名前は野木徹。プロボクサーだったらしいが、その後しばらくして煙のように消えちまったらしい。野木？ボクサーだと？野木、あ、花屋の言ってた9連勝したってやつか。結局遺族を取材した記事はカムロの土地再開発の闇ってシリーズ連載にしようとしたんだが、どこかから新聞社に圧力がかかって結局掲載できなかったらしい。じゃあその乃木っていうのがなぜか自分の妻を殺した東条会に入ったっていうやつなのか。でもそいつは本当に内通者なのか？俺はやっぱり妻への復讐へ組に入り、内部から組をガタガタにしようと企んだんだと思うがな。元ボクサーの乃木。それからもう一つ気になることがあるんだ。なんだ？いや、やっぱ確かめてから話す。おい、ちょっと待て。乃木、妻を15年前の放火事件で亡くし家族を捨てて東条会に入った男、一体何者なんだ？伝説の傭兵も平和ボケしたか。待ってください。命乞いする傭兵か。見たくもないわ。お前のおかげで尻に火がついちまったぜ。さっさと消えろ。私だ。困りましたよ。どうやらあのガキ、茎から戸田の残したあれに関する何かを聞いた可能性があるんですよ。そうか。だが右京逮捕は時間の問題だ。戸田直樹殺しの容疑者としてな。その後の筋書きも用意してある。そう願いますけどね。それともう一つ、竹中とかいう刑事の動きが気になる。たかが少年課の平刑事だ。心配はいらないだろう。まあそんなに心配なら一応手は打っといてやる。忘れてもらっては困りますよ。戸田が録音したあれが世に出たらあんたも破滅なんだ。私を脅迫するのか？事実を言ってるまでです。しかしまさか戸田があそこまで用心深く頭が回る男だとは思わなかった。
厄介者は死んだ後まで厄介者だ。危機にせよ、ちゃんと仕留めておければこんなことには。まったく。何が言いたいんだ。いざという時にはみんな消えてもらうまでですよ。あなたを含めてね。待て。あばらの骨折はほとんどひっついてるみたいだけど、連戦で筋肉がボロボロになってるわよ。あと2つ。どんだけぶっ壊れても負けるわけにはいかねえんだ。そこに寝て。いいからうつ伏せになって。本当はドクターストップかけたいところだけど、気休めにはなるでしょ。おい、お前で大丈夫かよ。おっさんは？先生は買い物。てめえ何しやがんだ。男のくせに情けない声出さないの。お楽しみ中すまんの、達也ちゃん。におか。次の対戦相手が決まったんや。はよう喜ばしてやろう思てな。誰なんだ。島哲司っちゅうボクサーや。島哲司。島哲司、元ミドル級世界チャンピオン。そうや、またの名を河内の鉄言うてな。こいつは強いで。元世界チャンプだと。そうか、そないに嬉しいか。相手に不足はないやろ。これでようやくドラゴンヒートにも秩序が戻ってくるな。うちの儲けもガッポガポやで。達也ちゃん頑張ってえな。世界かなんか知らねえが、引退したボクサーなんて知れたもんだろ。何言ってるの。名前くらい聞いたことあるでしょ。レバーブローで日本で初めてミドル級で世界の頂点を極めた男よ。知らねえよ。引退したのはいつだ。もうおっさんだろ。引退は1年前。最近じゃねえか。なんで辞めたんだ。初防衛戦で勝利したけど、両目の網膜剥離が発覚したの。結局無敗のままリングを降りた島はそのままボクシング界の伝説になった。でもある意味やっぱ過去の人間なんじゃ。確かに網膜剥離のボクサーは日本のルールじゃもう表舞台のリングには上がれないから普通は引退する。でも島は違った。え？ルールの緩い海外でノンタイトルマッチを次々に挑んでったのよ。そして数々のタイトルを制したの。そして島は日本に帰国しても戦い続けてるの。どこで。地元関西の地下格闘場、つまりドラゴンヒートと同じようなところよ。その戦績は未だに無敗。じゃあ今も現役バリバリってことか。残念ながらね。ここで戦ったことは？ないわ。でも聞いたことがあるの。何を。もしドラゴンヒートでとてつもないファイターが現れた時のための島はラストカード、切り札だって。くそ、今までの相手とはレベルが違うな。その前に戸田殺しの犯人を見つけられれば俺は自由なんだが。もしもし。